どうも、こんばんちは、キシトです。恋人の秘密、続きやっていきたいと思います。さあ、2枚目の写真を見ていこう。これは、なかなかのイケメンだな。こいつは誰だ？なんで俺にそっくりなんだ？全部見ていくんだ。こいつらは一体、何者なんだ？なんでスイの写真にこんな写真があるんだ？あ、部屋にね。アイドルグループとかじゃないみたいだし、誰なんだろう。まだ一枚残ってるけど。スイはこいつらとどんな関係なんだ？スイ、開けちゃダメって言ったじゃない。ごめん、俺ただ、もういいよ、いずれ話すつもりだったから。ここの写真大切にしてるんだな。全員私の元彼だから。元彼という単語に少なからずショックを受けた。まあそうだよな、元彼の写真撮ってたら嫌だよな、今彼としては。でもむしろスイみたいな子に元彼がいない方がおかしいよな。ここは理解ある彼氏の態度を取らなきゃ。まあおかしくはないと思うけど、写真撮って飾ってんのはおかしいんじゃね？そこは突っ込もうよ。そんなの大したことないだろ、隠す必要なんてないよ。それだけじゃなくてね、ん？全員死んじゃったんだ。はい？私が好きになる人はみんな死んじゃうんだよ。こんなことを言うなんて変だって思うでしょ？でも子供の頃から母が、うちの血筋の女は夫に死なれる運命にあるなんて、あるって言ってたの。だから私の父も早くに死んだんだって。もちろん信じてなかったよ。でも私の最初の彼が死んで、2番目も3番目も死んじゃった。しかもみんな事故で。そんなの信じるしかないじゃない。陰で私の悪口を言う子もいたっけ。見て、あの女。また彼氏が死んだんだって。で、男子は近づかない方がいいよって。いつかチートをしゃれてしまいそうで怖かった。でもそんなのどう伝えればいいのかわからなかったな。だって、絶対に変に思うでしょ。こんなバカみたいなこと信じてるなんて。昔の俺だったら、スイのことを、言うことを笑っていたかもしれない。でも、あの病院でパラノーマルハザードを体験してからは、この世界には人知を超えた何かがあると思うようになった。まあ、ちなみにね、これなんか、パラノーマルハザードっていう、一応なんか前日談みたいのがあるらしい。まあ、それやってなくても全然楽しめますよ、とは書いてあったな。うん。ただね、なんか、RPG みたいな感じだったんだよね。だからやろうかどうかちょっと迷うんだよな。それに大事なのは、スイに呪われた運命があるかどうかじゃない。彼氏が死んだのは自分のせいだと思い込んで自分を責めていることの方が問題だ。スイ、そんな風に恋人が次々に事故死したら自分が呪われてるって思うよな。だからずっと自分を責めて苦しんできたんだろ。チート、俺が死んじゃうのが怖いのは、俺のことが本当に大切ってことだよな。でも、その恐怖を伝えられずに一人で耐えてた。そんなに思ってくれて本当に嬉しいよ。でももう一人で耐えなくていいんだ。チート、今まで誰もそんな言葉かけてくれなかった。大好き。でも好きになればなるほど一緒にいるのが怖くなるの。君を失うなんて耐えられない。ついに夫に死なれる運命が本当にあったとしても俺は怖くないよ。でも分かってる。俺に何かあったらスイは死ぬほど自分を責めるよな。たとえ 1% の可能性でも
スイが自分を苦しめる未来なんてダメだ。俺が大丈夫だと思っても意味がない。だからスイ、君が選ばないといけないんだ。俺たちの関係を続けるか、それとも、もしチートの彼女といることが君を不幸にするかもしれないなら、別れた方がいいのかも。チートを SNS で時々見かけたりして、元気でいることが分かればそれだけで幸せだと思う。たとえチートが私の恋人じゃなくても。うん、そっか。チートはいい人だから、きっともっといい子がいるよ。でもさ、付き合ってなくてもスイのこと好きでいていい。バカ。俺の初恋はこうして終わった。胸が張り裂けそうだったけど、表には出さなかった。どこかで絶対スイが見ている。そしてスイは俺が幸せそうにしているのを見たいだけだろうから、見たいだろうから。だから幸せを装った。俺の幸せはスイの幸せで、スイの幸せは俺の幸せでもある。いつしか俺の見せかけの幸せは、もう見せかけの幸せとは思えなくなっていた。ノーマルエンド、見せかけの幸せ。順番にやっていくのがないエンディングだ、多分。また、戻ったな。思い出せない。見たことがある気がする。うん。スイの秘密。だね、まだ1枚あったもんね。撮ってないんだよ。これだ。これは、俺の写真？ね、つまりスイはただ、自分の部屋に俺の写真を飾ってあるのが恥ずかしくて、入っちゃダメって言ってたのか？何その可愛い理由。でも待てよ。俺、こんな写真撮られたことあったっけ？スイはどうやってこの写真を手に入れたんだ？隠し撮りってこと？他の写真も、俺の写真？ちょっと失礼。違うんだよな。え？俺？俺だ。これ俺なの？いや、俺じゃない。あ、そうだよな。似てるって言ってたもんな。似てるけど違うやつだ。どういうこと？のっと、写真立てから写真が。ん？この写真、裏に赤で何か書いてある。一番のイケメン。スイの秘密って、イケメンの隠し撮りってこと？それだけ？窓は閉まってるのに、この風はどこから吹いてるんだ？意外と強いな。他の二つの写真立てが倒れちまった。残りの二枚は、誰の写真なんだ？こいつもイケメン。裏に文字は、体。もう一枚。やっぱりイケメン。これは、裏に何て書いてある？手足。じゃあ、俺の写真は？裏には何が？頭。なんだこれ。被写体の一番かっこいい部分ってこと？時々、スイが何を考えているのか本当にわからなくなる。考えてみれば、実は知り合って間もないし、恋人といっても、スイのことを何も知らないんだよな。風、こっちから吹いていたのか。なんだ？おお、おい、なんかいるぞ。え？下に降りる階段？でも、スイは自分の家に地下室があるなんて一言も。わっ！え？
私の部屋の扉は絶対に開けちゃダメって言ったじゃない。バッドエンド1、パンドラの顎。おいおいおい、これ自分がかっこいいと思ってた人間の体をつなぎ合わせたってこと？うわあ！ひどい悪夢でも見たのか。水の部屋で地下への階段を見つかり夢を見た。でもその前後に何があったんだっけ。どうしても思い出さない。入って見てみないと。確認していく。あったぞ。やっぱり俺が夢で見た通りだ。水の秘密はこの階段の下にある。でもこの嫌な感じは何だろう。ただの地下室だよな。水は本当に俺の知っている水なのか。行く気はねえ。うわっ、くそ、なんだこの匂い。ここまで降りてきたんだから何もしないで戻るなんてダメだ。何の秘密があるんだい。あれはなんだ、人間の足。まさか死体とか。マジかよ。物の死体、男の首なし死体だ。いや、普通の死体じゃない。よく見ると死体の胴体には四肢が糸で縫い付けられている。しかも肌のように差があり、違う男性のパーツがつなぎ合わせてあるようだ。まあそういうことだな、やっぱりな。俺の頭をここにつけるってことだな。で、別の人の体、そして別の人の手足って。どうして水の家にこんな死体が。一体どうやって死んで、誰が塗ったんだ、何のために。お、逃げるしかない。調査は多分次のターン。いや、そんなのどうでもいいだろう。とにかく逃げよう。バッ。水は右手に持った包丁でチートの腹を刺した。私の部屋の扉は絶対に開けちゃダメって言ったじゃない。冷たい刃が今度はチートの喉を切り裂いた。やばい、首、頭と会える。チートは、スイはチートに馬乗りになるとそのまま覆いかぶさった。そしてうごめく舌をずるいと出し、チートの顔に這わせ吸い付いた。チートは叫びたかったが、裂かれた喉からは空気だけが漏れた。ナナシ君の意地悪、どうして隠れてたの。私がどれだけ会いたかったなんて知りもしないで。こんな女がスイのはずない。こいつは誰だ。それともまさか最初から俺の知っているスイはこの女の演技だったのか。ナナシ君、もう少しの辛抱だよ。今すぐこんな男から切り離してあげるから。女は包丁高く振り上げ、そしてチーターの喉元に突き刺された。俺が最後のパーツだ。もうちょっとで私とナナシ君が縫い上がる。バッドエンド2、最後のパーツ。半分いったね。やばすぎるだろ。また繰り返される。思い出せない。これは何度死ねばいい。デジャブ、前にもこの階段を降りたことがあるような気がする。俺は調査するしかねえ。この廊下、ここに来るのは本当に初めてか。で、死体があると。調査する。
テーブルの上にあるのは何だ？ちょっと見てからすぐ逃げれば大丈夫だよな。写真、3人の集合写真だ。真ん中のこいつは誰なんだ？俺にそっくり。そうか、こいつがナナシか。横に立っているのがスイで、もう一人は、もう一人もスイ。なんだ、なんでスイが二人いるんだ。スイだ、スイで入れ替わってる。しかしてスイのお姉さん、スイラか。交通事故で亡くなったっていう。あ、そっち？双子だったのか。ね、ちょっと待てよ。スイからお姉さんが交通事故で死んだと聞いたのはいつだ？確かにスイから聞いたと思うのに、いつだったか思い出せない。なんか最近、記憶が曖昧だ。うわ、写真立てから写真が。写真、裏に赤で何か書いてある。ナナシ君チェックリスト。体、手足、頭だけない。スイの秘密は想像以上にとんでもなかった。え、つまりスイにとって俺は元からの代わりですらなくて、ナナシのパーツだってことか。やばい、スイが来る。私の部屋の扉は絶対に開けちゃダメって言ったじゃない。でもいいや、そろそろ潮時だったし。スイはゆっくりと見てだけ包丁を見せた。そんなスイの仕草を見て、俺は何か言いようのない違和感を覚えた。しかし、その違和感はすぐに恐怖に押しつぶされた。はぁ、慌てるな。早く落ち着かないと。チートは素早く2回深呼吸をした。何？死ぬ覚悟でもしてるの？ネットで検証動画を見たことがある。この距離では、銃を持った警察官でも、ナイフを持った相手にはかなわない。だから、今の俺にできることは、逃げることだけだ。チートは手に持っていた写真立てを思い切りスイの顔面に投げつけた。ああ、うわあ！俺は階段を駆け上がり、スイの部屋を出ると、転がって這うように玄関まで行き、外に飛び出した。その時にようやく先ほど感じた違和感の正体に気づいた。外に出た。スイは左利きなのに、どうして右手で包丁を持ってたんだ。突然、チートの後ろのドアから声が聞こえた。スイが追いかけてくる音かと思えば、よく行くと、二人の女が喧嘩しているようだった。嘘でしょ。お姉ちゃんなの？お姉ちゃん、その包丁で何をするつもり？シートは？つい話して生きてんのか？お姉ちゃん。つい話して。一体何が起きてるんだ？まさか、俺に包丁を向けていたのは、スイじゃなくて、お姉さんのスイランだったってこと？でも、スイランはもう死んでるはずだ。どきなよ、さもないとあんたまで。キャー、スイ。スイ、ごめん。まあ、逃げるわ。ドアを開けて、スイを助けに駆けつけるべきだったのかもしれない。でもあの時は、ただただ怖くてパニックしてたんだ。闇雲に足をと、通りを何本か越えた先に交番があった。俺は慌てて、警官に助けを求めて、スイの家まで同行してほしいと頼んだ。だけど、言動が前に尻に見せたったのか、状況の異常さが伝わらなかったのか、警官はただの血は喧嘩だと思ったみたいで、なかなか取り合ってくれなかった。何とか説得して、半信半疑の警官を連れていくと、スイの家にはもう誰もいなかった。地下室の組み出し自体だけが、惨劇か確かにあったことを物語っていた。
恋人の家で首なし死体を見た男を殺されそうに。恋人の家を訪ねたが大学生がそこで首のない男の死体を発見し、口封じのために殺されそうになった。大学生は近くの交番に駆け込み、難を逃れた。容疑者は現在逃走中。警察は一般からの情報提供を求めている。あの日、俺を殺そうとしたあの女は、スイだったのか。それとも、死んだはずのスイだ。まだ、警察に見つかっていないのか。ここ数日、俺は恐怖に怯えながら生活をしている。あの日、警官を連れて地下室に戻ったとき、首なし死体だけが残っていた。スイが消え、スイランが消え、狂気が消え、そして、あの、ナナシ君チェックリストも消えた。警察が彼女を探している。彼女もきっと俺を探している。彼女はまだ、ナナシの最後のパートを探しに来るはず。あれは何者なんだ？そもそも人間なのか？一体今、どこにいるんだ？うわっ！そんな疑問も、もうすぐ答えがはっきりしそうだ。だって今彼女は、俺の家の前に、先読みしたよ俺は、今。エンド6個目。絶対そういう感じだと思ったね。また目が覚める。落として本当に姉は死んでいるのか、今のは自演だったのか。生きてるのかね、本当に。はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録と高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。次の時間もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。